じゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。すいません、誰かいませんか？なんだ、子供か。どうしたの、おじちゃん。ここを民宿やってたはずだけど、宿の玄関で呼んでも誰も出てこないから。なんだ、吉川お姉ちゃんと同じか。みんなでご飯食べてたんだ。今正面玄関に誰か大人の人いるか？うん、いると思うよ。そうか。おじちゃん、なんて名前なの？名乗るほどのもんじゃない。なんで？おじちゃん、谷口って言うんだ。いや、証拠はありません。今のところは私の勘だけです。で、安田さんのファイルから写真を送ってほしいんですよ。はい、現場付近で目撃された二人目の男です。いえ、偶然昔知り合いだった男性に似てたから。はい、そうです。それで覚えてたんです。いや、寂しいけど、とにかくもう少しだけ一人でやらせてください。気を使ってもらってありがとうございます。助けが必要になったら早めに電話しますし、私こう見えても結構気丈なんで、まだ大丈夫です。おじちゃんが大工さんをやってた。おじちゃん。なんだ、おめえか。切っちゃダメだった？いや、そんなことはねえんだけどよ。ねえ、おじちゃん、本当に狼を探していたの？なんだそりゃ、いきなりだな。うん、探してたよ。それがどうした？で、会えたの？まあな。え？そうなんだ。どうしたの？奴らの遠吠え。おめえ、映画でもテレビでもいいから聞いたことあるか？うん、あるよ。わおーってやつでしょ？そうだ。じゃあ、あの声の意味がわかるか？僕、狼の言葉はわかんないよ。ここに立つと、山からいい風が吹いてくる。だからここで考える。ここで考えると、いろんな物事の意味が少しだけ見えてくるんだ。なんだそりゃ。奴らは俺たちとは違う次元に
生きてる獣なんだ。だから彼らの次元に侵入してきた者たちに、急いで向こう側の世界に帰りなさい、そう警告してるのさ。オイラたちが戻れなくなってしまう前に。どういうこと？お前、狼が怖いか？うん、とても。それはとても大事な感情なんだ、大切にしろ。ねえ、狼はたくさんいるの？うん、この山にも多分数えきれないほどたくさんね。じゃあなんで普段は会えないの？それは奴らとは生まれた世界が違うからさ。じゃあ、しげる、じゃんけんじゃらけつでどっちが先に洞窟に入るか決めようぜ。お兄ちゃん一緒だよ、普通は年上の方が。何言ってんだよ、お前に先に行かせてやるっていう、この兄ちゃんのあったけえ心が分かんねえのかよ。僕、人間不信になりそう。僕、人間不信。サイモンは今までどこの国に行ったことがあるの？アメリカやヨーロッパは物価が高いから仕事以外では行かないんだけど、他はアフリカやアジア、中南米やオシアニア、中東の砂漠にも行ったよ。その中ではどこが好き？サヌキ平野かな。サヌキ平野のどこが好きなの？うどんだよ。もうそろそろクラゲが出てきそうだな。あれ？ここの海って海流の関係であんまりクラゲが発生しないって言ってなかった？いやいや、全く出てこないわけじゃないのよ。港の奥の方や湾の入り口の波が弱い入り江なんかに行くと、時々可愛いのが浮かんでるわよ。
やっぱりクラゲって可愛いよね。でも冗談抜きで触っちゃダメよ。危ないのは本当に危ないんだから。こんにちは。こんにちは。ねえ、何してるの？今日も船が出るまでここで道草食ってるのよ。道草を食う？道草は食べちゃダメよ。お姉さん以外はお腹を壊しますからね。ねえ、山の中で変なおじさんに会ったんだ。変なおじさん？ロケット少年の親父のことか。え、そうなの？あの親父も変わり者で有名なんだぜ。へえ、そうなんだ。国道作るのを最後まで反対してたんだ。だから定期船に乗ってる俺としてはいろいろと共感できる人でもあるんだよ。さーてと、腹減ったろ。晩飯の時間だぜ。短い船旅ですが、皆様ごゆっくりお楽しみください。ねえ、明日の洞窟探検だけど。わっ、バカ！母ちゃんの前で言っちゃダメだって。え？どういうこと？いや、何も。お前ら、危ないことだけはすんじゃねえぞ。そうよ、わかった。じゃあいただきまーす。いただきまーす。ごちそうさまでした。ごちそう